アメリゴベスプッチ、アメリゴベスプッチ、1454年3月9日から1512年2月22日は、アメリカ州を探検したイタリアの探検家にして、地理学者、フィレンツェ生まれ、身長約160センチメートル5フィート3人。アメリゴベスプッチは、フィレンツェ共和国の交渉人なスタジオベスプッチと、 その妻エリザベッタの息子として生まれる。八、ベスパに由来する姓であることから八の図柄の入った家紋を持つは、プラートに源を持つため、プラート門に近いオニッサンティ地区に住んでいた。この地区には、ガカボッティチェッリとギルランダヨの家もあり、彼らは、ベスプッチ家のために、多くの仕事をこなした。オニッサンティ教会にあるギルランダヨが描いた、 ベスプッチ家の集団像画に幼いアメリゴの姿が見られる。なお、ベスプッチの子供の頃の肖像画は、フィレンツェのオグニサンティ教会にあるドメニコギルランダイオによって描かれた聖母、マリアの一部に描かれている。父なスタジオの弟ジョルジョアントニオベスプッチから教育を受け、ラテン語とキリシア語を習得し、プラトンをはじめとする古典古代の文学や、 地理学に親しむようになる。当時巧妙な人文主義者として知られたジョルジョアントニオはメディチ文家のロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコの文化人サークルに属していた。ボッティチェッリとギルランダイオもこのサークルと関係を持った。メディチ家追放後にフィレンツェの指導者となったピエロ・ソデリーニとはジョルジョアントニオの下とで共に学んだ中であアメリン語は四回の後悔を彼に転じている。あの過ぎ去った日々に 私たちは異形すべき、全知識にして、聖マルコ派の修道像、ジョルジョ・アントニオ・ベスプッチ氏の良き手本と理論のとに、文法学の処方を調校したものでありました。ベスプッチ家は、メディチ本家と文家の両方に関わっていたが、一族の中でも最も出世頭であったグイド・アントニオ・ベスプッチは、本家のロレンツ・オイルマニフィッコに仕えていた。年、グイド・アントニオが、 フィレンツェ大使としてフランスに派遣された際、彼は当時二十四歳のアメリゴを秘書官として同行させた。当地に約二年滞在して任務をこなした後、ボローニャとミラノの宮廷を経由してフィレンツェに帰国した。アメリゴは最終的には文家の当主ロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコに仕えることとなる。ベスプッチ家のセミラミデが ロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコに嫁いだとき、アメリゴは彼の家の執事として使え始める。スペイン、セビリアにあるメディチ銀行の代理店に不正の疑いがかかったとき、1489年に文家当主はアメリゴをその調査のため現地に派遣した。アメリゴはそこで親しくなった在スペイン歴の長いフィレンツェ人ジャンネット・ベラルディを信用のおける新支店長候補とし、 いつから2ヶ月滞在の後フィレンツェへと引き上げた。その人でピサに立ち寄り、金130ドゥカートで公開地図を購入している。ベラルディ商会がセビリアにおけるメディチ銀行代理店となったので、アメリゴは1491年に再びセビリアに赴く。ここでベラルディ商会に入り、メディチ家の事業を監督することになった。スペインのカトリック国王フェルナンドが、 西インド探検航海を企画し、参加要請を受けたアメリゴベスプッチは43歳にして初航海に出る。1497年から1498年にかけてカリブ海沿岸を探検した。1499年から1500年の第二回航海では、カリブ海から南下して、ブラジル北岸まで探検を行った。この頃1500年カブラルが、 ポルトガル王の命によって希望峰を越えてインドに向かう途上で何16度52分の地点でブラジルを発見した。ポルトガルはトルデシラス条約によってこの領土を主張した。ポルトガル王は発見された土地が単なる島なのか、あるいはスペインがすでにその北側を探検していた大陸の一部なのか知ること望んでいた。マヌエル一世はこの探検隊に ブラジル北岸の探検経験を持つアメリゴベスプッチを抜擢し、セビリアから呼び寄せる。1501年から1502年にかけた第3回航海で、南米大陸東岸に沿って南下した。あまりの寒さと暴風雨の厳しさに耐えかね、引き返さざるを得なかったが、南易50度まで到達することができた。当初ベスプッチに指揮権はなく、ゴンサロコエリョ、ゴンソロコロの指揮下にあったが、 最終的にベスプッチが責任者となった。アメリゴはこの第3回公開の最中にヨーロッパ人発の南半球での天体観測を行ったがその記録はポルトガルの公開に関わる機密情報とみなされてマヌエル王によって没収された。地理学書の執筆に必要なその記録の返還を求め続けたが結局戻されることはなかった。新世界でも 第三の日誌をトーポルドガル国王陛下からお返ししていただきますならば、東国王陛下から未だ記録をお返ししていただかないという理由をご了承いただけるものと存じますと何度か触れて、他国への機密流出のためではなく純粋に、学術的目的のために返還を求めているのだと訴えている。1503年から1504年にかけての第四回公開では、 南米北東部沿岸を探検した。ポルトガル王の下で2回の探検調査を終えた後、アメリゴは1505年にスペインのセビリアに帰還する。当時のスペインでは、インディアス航海に関わる業務、航海技術の問題、地理情報の管理などが日々膨れ上がっていた。これらを通商員から切り離すため、フェルナンド王はポルトガルに習って航海士免許制。 公開訓練所創設、王立地図台帳といった制度をスペインに導入することを決める。アメリゴ・ベスプッチとビセンテ・アーニエス・スピンソン、フアンディアス・デソリスの4名で1507年から準備を開始。1508年にアメリゴ・ベスプッチが初代の公開誌創刊、パイラトメジャーに任命される。1512年、セビリアで死去。アメリゴは1503年頃に論文、 新世界を発表する。1499年から1502年にかけての南米探検で彼は南位50度まで沿岸を下った。南米大陸がアジア最南端、マレー半島、北位1度とアフリカ最南端、南位34度の経度を遥かに南へ越えて続くため、それが基地の大陸のどれにも属さない新大陸であることに気づいた。ちなみに当時は、 北米と南米がつながっていることは判明していないので、彼の新世界は南米大陸についてのみ論じている。ヨーロッパの古代からの伝統的世界観、アジアアフリカヨーロッパからなる三大陸世界観を覆す。この主張は当時最先端の知識人層である人文主義者たちにはセンセーショナルに受け入れられたが、ヨーロッパ全体にすぐ浸透したわけではない。 1507年、南ドイツの地理学者、マルティン・バルトゼー・ミュラーが、アメリ語の、新世界を収録した、世界史入門、コスモグロフィー・イントラダクテオを出版した。その付録の世界地図に、アメリ語のラテン語名アメリクスウェイスプキウスの女性型から、この新大陸にアメリカという名前がついた。これが、アメリカ大陸という名を用いた、最初の例となった。 1513年のバスコ・ヌーニエスで、バルボアの探検で、北米と南米の二つの大陸が陸続きで繋がっていること、そして南の海、太平洋、パナマ地境の南にあたるが確認された。しかしその後も、インディアスという故障は、慣習的に根強く残った。ベスプッチは障害上、四度の航海を行ったと言われている。しかし最近の研究によると、 第2期と第3期の公開は確かに信憑性はあるが、1497から1498年の初の公開と第4期公開については出来事そのものの存在について審議が必要となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。